皆さんこんにちは山中三美と申します今回は私の人生のターニングポイントだったことのお話をさせていただきますいくつか人生のターニングポイントだったなと思うことがあるのですが今回はその一つで私が福岡に住んでいた頃のお話になります私は福岡に11年住んでいたのですがある時不本意な形で仕事を辞めなければならなかった時がありました それは同じ職場の方が事実とは違う私のことを会社に告げる人がいてそれを会社が受け取って確か1週間以内に自己都合で辞めるように言われました理不尽だと思うことや誰も助けてくれなかったという思いがありましたが聖書には「すべてのことを感謝しなさい」とあってそれは「悪いと思えるそのことの後ろにも 神様の素晴らしいご計画があるのでそのことに信頼して感謝しなさいということですがその時私はまだ悪いと思えるそのことの後ろにも神様の素晴らしいご計画があるということをはっきりとは受け取れていなかったんですけれども聖書に書いてある言葉で神様が望んでおられることだからと思って今思うと少し無理やりだったかなと思いますがこの理不尽と思えることや誰も助けてくれなかったことも感謝しようと なんとか思えていましたしかしさらにその矢先ある方から別のことで追い打ちをかけるように非常にショックなことを言われました何を言われたか今内容がもう思い出せないんですけれどもただとてもショックだったことははっきり覚えています自分が弱っている時だったせいもあってかとても受け入れられない信じられないとさらにどん底になってしまいましたその帰り道 しばらくも心に何も感じないような方針状態で自転車に乗っていたんですがふと本当にふと「聖書には境に許し合いなさい」と書いてあるまた「すべてのことについて感謝しなさい」と書いてあるどんなに受け入れられないと思うようなことであったとしてもそのことを受け入れよう感謝しようと思うことができたのです神様の望まれることをしたいとは願いお祈りをしているんですが 本当に神様が助けてくだださったんだなと思います自転車に乗りながらふと「このことをそのまま受け取ろうこのことをそのまま感謝しようそれでいいんだ」ってそう思えた時瞬間心がとっても静かになったことを覚えていますそしていつも帰り道による川辺に着いた時夏の日の雨上がりだったせいか真っ白な入道雲が見えました。夕方だったので 夕日が当たって、その時は少し雲が金色にも見えました。ぼんやりと真っ白で金色の雲を眺めていたんですが、突然私の目に七色の虹が飛び込んできました。真っ白な雲の中に綺麗な虹がありました。私はその虹を見て、神様がそれでいいんだよと言ってくださっているような感じがして、その不当と,と思える代謝を感謝して、 このひどいと思える事柄を感謝するので良いのだなと思いました聖書には虹は祝福や約束の印として出てきます神様からのものかは吟味が必要ですがこの時はこのタイミングでその虹を見ることができて最悪と思える状況でしたが神様はこの状況を益としてくださってここから祝福を表してくださるとそう明確に思いました そして自分の力ではないような内側からメキメキ力が与えられて神様からの慰めと励ましが与えられました今振り返ってみるとこの時の退社がなければ今私は東京の教会にはいないのではないかと思わされます私は福岡が好きですし住みやすくてずっと暮らしたいと思っていましたしかしこの時の最悪な退社をきっかけにその半年後には実家に戻り 東京の教会に移ることが導かれました私は東,東京の教会に来てから自分の思いをはるかに超えたさまざまな祝福を受けています。あまり関係の良くなかった家族と再び一緒に暮らすことができて関係が回復したり30年ぐらい所属の分からなかったいとこと会うことができて今では毎週一緒にお祈りをすることができていたりずっと願っていたイスラエルに 東京に来ていなければなかっただろうということを通して初めて行くことができたりずっと見てみたいと思っていた教会主催のコ「心コゴスペルコンサート」にクワイヤで出演できたり数え切れないたくさんの祝福を受け続けています福岡から東京の教会に移動したことは私にとって人生のターニングポイントでしたそしてそれは最悪な理不尽な代謝が許されなければなかったことでした 神様がすべてを感謝することを教えてくださり最悪のことを通して最善の恵みを体験できていることを改めて神様に感謝いたします。今回も最後までお聴きいただきましてありがとうございました。